めまいがするみたいな、頭が痛い。なんじゃここは、もうちょっとお前きちんと話そう、そういうとこ言ったじゃない、やばいとこだって、もや映るかもしれないって。これで、後で、ほんで帰り道はい、撮りましょう。ちくしょうこんなにすげえと思わんかったお前、条例ができなかったぞ。あー、ちょっと待てよ。うわー、お前これはひどいな、頭痛いよ。熱が出たんかな、風邪かな、コロナウイルスかな。マジか、俺まで映るよ。うわー、俺初めてやん、こんなに条例ができないの。守れとるんやろな、多分ムイ君のこと。あの、むしろ俺がここに来たいってチャームされてる時点で、魅了されてる時点で守ってくれるのは俺やばいです。うん、処刑やったよね。処刑場ですね、ここ、うん、それは、わかる。あの、何やった、市街の森、うん、違う、どこやった、首狩りのなんとかって神社あったんや。あ、はいはい、首狩り神社、うん、浅間神社ですね。お、はい、あそこ、あんなん、あれは見えなかったけど、ここは確かにそう、首切りとか。あ、本当に処刑されたっていう。うん、処刑されてる。でも罪のなき人間が殺されてるのが多くね、ここ。まあ逆らった人みんな処刑ですからね、この時代、江戸時代。うん、ここは確かにそうかもしれん。帰ろう、俺ちょっと離れるわ、写真撮ってな。うわー、すげえ涙が出てくる。俺今寒さじゃないよ、悲しい。お前さちゃんと言わんとかも、これは。あれ、どう言えばむしろ伝わったの。じゃあやべえところとかいっぱいいたじゃない。あ、嘘、もや映るっていたしの災害じゃないのか。カメラ撮って、カメラ。あー、条例ができたかな。俺できなんだろうな、多分これ。どうだろう、もう一回前通る勇気あります。反対側なんて帰るのが近いっちゃ近いけど。近い、うん、じゃあ U ターンするけど、このとこ U ターンできねえし。ちょっと待ってよ、撮れとる写真。写真は撮れてるけど、車の中すごいもやってたぞ、あの温度差の湿気で。あー、そっか。ちょっともう3枚ぐらい撮らせてください、うん。あー、重い、やっぱし重い、ここいる。こんなにひどいとこか、気失いそう。俺市街より辛そうだ。ここですな。やっぱし声が聞こえる。やだこの声、なんだこの声は。いいな、この声が聞こえんの。あんたらの苦しみどうでもええねん俺。なんて言ってるの。は？は？セリフ1,2 個ぐらい教えてくれると動画にしやすい。何を喋っとるかっていうと、まず最初に聞こえたのが上めき声なんて。うーん、うーん、まっていう声。まあ処刑場らしい。違うだろこれ。あそこ行きたい。ガソリンスタンド探したい。あ、それは確かに。で、なぜここに寄ったのだ。お、貴様たち、貴様が来るとこじゃない。うん、ま、貴様って言われた。貴様、お前じゃないぞ。貴様だぞ。役人的なその上から複数形でもないぞ。貴様ってことは俺のことだろう。あ、貴様が来るとこではない。今すぐ立ち去れや、立ち去れ。
あと何時言っとったかな。俺に対してはノーコメント。違う、だからいつでも乗り移れるのはお前、もう一人の、あ、俺の方は乗り移れるぞと。だからそこにおる、あっちにおるって説明しといたんや。俺、あ、声が聞こえるの頭の中で。やだ、すごい太い声でおっさんか、おっさんなのかな。そっから除霊をしようと思って一生懸命やるんだけど、除霊ができなかった。体中の中に、俺の体の中にオーブが、あの、通り抜けるんです。ボン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 って、鉄砲で撃たれてるような気分。鉄砲で撃たれた気分ないけどドッジボールでボールがいっぱい当たってるような気分やった。あ、自己自然に帰ろう。これはひどいな。市街の森か、市街の森が可愛いんか。嘘だろマジかこれ首をさ、切られとるかは知らんけどさ、うん、もう首のない霊が分かるような気がする。あれもうちょっとやったら首のないやつが追いかけてきそうな気がしたもん俺。あー、市街超えるなそれは。歴史上の問題じゃねえなここ。うわー、もう一回撮って後ろ写真。いやー、やべえな、変なとこ来てるかもしれん。俺来ちゃったかな。俺が一番来ちゃいけないのかな、この心霊スポットでは。俺の気象では悪魔すぎるな俺。どうだろう、俺がチャームされた理由は何か思いつく？何か俺が無性に来たかった理由は多分あれだぞ。呼ばれた？呼ばれたよりも呼ばれてはいないんだ。なんかしてた、なんか赤いのがしてたよ今。あのこのライトではなくて。あ、そっか、これか、びっくりした。マジ怖い、ここ正面もして。ああ、まだほら、後ろから冷たい風が来るもん。何も映ってない？車には一応俺、今回潮降らずに車に一応除霊取り付かれるようにやってみたんだけどな。いつものめまいじゃねえ、立ちくらみじゃねえもん。もうなんか自分が人格変わりそうやったもんマジか、あなたの師匠を連れてきて除霊しないかんくらいやばいな、ここ。もう本当にムイ君が邪魔と思ったもん今日きつい口調になったもん。邪魔どいて。守ってる余裕ないと。ない、もう除霊するだけ。もう くっついてこない、もう近寄らさせないのに精一杯やった。俺初めてやん、心霊スポットでこんなことやっとったのそうね、あなたのなんていうのリアクションがだいぶなんか今までと違う。市街でもなかったリアクションってことか。あーって、もう耳塞いで行った時はもう声が聞こえるんよ、うん、あーでしょうね。あれはなんか声聞くの嫌がってる時な。もう絶対嫌な声、もうほんと聞きたくないのよ。市がすげえな。うわー、ここか、ここ昼間探索しとけばよかった。なんか声か、もう声が怖え今度はガシガシ下がるようです。とりあえずこの、なんていうの、山道的なの下り終わったら、この何枚か撮ってる、もう10枚以上撮ってるけど確認してください。これカメラに撮れんのかな。もうちょっと違うカメラにしんどかんで、ね、多分一眼レフとか違う、このビデオカメラ、ナイトショットができるようにすると、あのモーションが遅くなるやん、うん、撮る、あの光をいっぱい入れようとするから、うん、そうすれば多分今日のやつ完全撮れとるで。おー、うん、あー、ダメだ、胸焼けがしてくるっていうか。でもここで止まるのもどうなんだってなるな。気持ち悪い、気持ち悪くなってきたな俺、やべえな。あー、霊感がある、霊感っていうか、こういう能力がある時に一番きつい仕打ち、これがあー、もう全部除霊シーンとか、俺このカメラからフィルムから。また何日か触らない方がいい。今すぐしてやる、こんなもん絶対負けるかんな、奴らに。畜生、市街はよ、はい、もう本音がすげえと、ここは違うんだよな、そういうの。
4年ただただ乗り移りたいっていう。ああ、うん、無慈悲に殺されたからもっと行きたい的な、そういうあれか。違う、生贄みでなめろ、お前らも全員殺せれるとか。だから多分事故があったとかさ、うん、ここは多分マジモノ、マジモノだと思う、嘘ではないと思う。多分普通だったら俺はそんなもん夜遅いからどうのこうのって言えるやん、うんうん、そういう言える自信がないもん。あ、ここはほんまになんかヤバいのいっぱいいたと。手前の墓が一番怖かった俺。謝っちゃった俺、まず俺本当に真剣に謝ったもん、どうもすいませんっつって。今まで舐めくさまって食っとったもん俺。いや俺の方が絶対条例、絶対俺の方が強いと思ってた。車が来た、なんで普通か。そうね、あそこで止まる一本道じゃないからね。そうだよ、一応滋賀に行けるあれだからね。日本になってくと、あうわー、これ体に入った、俺の体に入ったオークさんたちを除霊するのもきついな俺。体に残っとるやなこれ、気持ち悪いちょっと。俺走りながら俺除霊する、自分の体の中のやつ掃除する。はい、じゃあゆっくり走りましょうか。無口になる、やばいな。まだ何枚か取っといた方がいいかなって教えてくれると。いや、車の中にはいねえな。除霊したがされてされたくない割には俺の体から離れようとしないという。一回俺を取ってみて。おお、目が悪くなりそうな。面白くすればじゃないんだよ。綺麗だな、映ってないな。ムイ君多分大丈夫だもん。一応今日はムイ君の方にもついとるかなと思ったけど、一歩か二歩は体を通過しとるでさ。今回初なんやて、ムイ君を通過したの二体が。まあ、なんていうの、ガチ守りしてる割にはっていうのは初だな。うん、1月でもねえもんね。取りつかれねえように一生懸命俺もやってるんだけど、通過するやつがあるってことで、それ以上の高いものがおるんだな。ああ、ほらもう左肩が重くなってきとる、また厄介だなここ。なかなか成仏していくね。ここ結構心霊スポットの動画として上がってるぞ。大丈夫なのかみんな、これうっせえなこいつら。くそ、車の運転しながらのが条例が集中できんな。どっかコンビニでもあったらゆっくり止まってね。いや、みんなが、いや、これお土産買うんだもん。いや、こういうのは慣れとるにいいんだけどさ、今日はあの何、すげえ脂っこいとんかつをいっぱい食ったような気分ないって今。食ったよな。たらたら油が垂れるような。もう耳鳴りもずっとするにゃ、もうこの耳詰まりに難聴かな俺。うわ、耳が痛い。右安全運転で行こうな。ナビ見ながらでも頼むな。はい、俺多分注意力がなくなると思うね。除霊師、除霊師になるの。除霊、くそ、こんなにしつこい除霊。市外の除霊は時間かけりゃいいんやけど、これ時間かけても絶対無理だもん。一気に上げて全部消した。家には持ってけんでさ、俺子供おるし。ああ、そんな立ち悪いやつか。なんで市外の時もなかなかできない時、俺の廊下のとこはミシっていう足音が聞こえるやん。いまだに思い出すのが嫌だ、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 昼間来る。
昼間からや。違う、きちんと今日はよ、そんな余裕なかった。無意が、無意を守らんとか、こいつがおるね、こいつが邪魔じゃって。あなた一人だったらまだなんとか。違う、まあ俺一人の方がまだ良かったかもしれないんだ。違う、取り憑かれたら困るやん俺が、面白い分。でもすぐ、左さっき来た道やがや。はい、ちょっと戻ります。うわ、まだ耳鳴りしてる。あ、町だ。夜景が綺麗だぜ。うわー、キチガイだと思われへん俺。心霊スポット巡ってる時点で最強だな、ここ。死がすげえな。だいぶ離れましたからな、山から。いや違う、俺の体の中で全部やっつけとくだけじゃ。なんてこった。あー、お腹が痛い。コーヒー飲んでこ。すげえな、ここまでも、ここでもまだ糸引いとるって感覚。俺が悪いと思う。俺もよ、市街クラスでのセッティングなんだ、自分の能力で上げすぎちゃいかんでって思って。ああ、はいはいはい。あ、そうか、それより上って言ったもんな。そうそう、それこれ以上上げていいものか悪いものか、すげえ悩んだんやて。もう最初にあの道路の時点でもう足を踏み入れちゃいかんから、もう警告で赤いオーブがずっと、うん、来てたのを仕方したのが俺が悪いんやて。もう、あ、言っとったやん、ここに反射鏡あるって聞いたのが。うん、あの時点で俺も、あ、ろくでもねえこと起きてんなっていうのは思った、うん、起きとるんやて、うん、完全起きないんやて。やっちゃいけねえことは足踏み入れ、お前、俺が足踏む、むいくん自体が足踏み入れるならまだいいわ。うんうんうん、俺自体が足踏み入れちゃいけないという。そこの溝のところに猫がいて。ああ、これまだね、あの何、耳栓が入ってるような気分。わかるかな。よっしゃ、ほら全部消しちゃった。おう、改めて俺が取り憑かれてないか確認して。取り憑かれてね、今サブル。初めてないって、ムイ君の体をオーブが通り抜けたのが。うわぁ、すげえな。しまったな。そうか、滋賀より上だとは思わんかったが、同格とは、同格はワンチャンありえても。なんか、白組と赤組だと思えばいいわ。運動会やれてる。白組の大将と赤組の大将だと思えばいいわ。紅白かな。いや、例えがな、うん、白でも黒でもいいわ、それ。そんな二大巨頭の場所に来てしまったか。だな。でも0度はきついな、寒さ。あ、それは思った。映像的にも体感的にもきつい。あ、すげえなこれ。でもこれすげえの、処刑してる人たちも悲しさがあるんやね。猫多いな。猫じゃねえ。何これ。犬か狐だ。狐？ちょ、なにこれ。狐？狐じゃない？ちょ、ライト。こっちだね。狐？なにあれ。狐？撮れたよね、カメラで。多分ちらっと映ったと思う。なに今の。狐？犬ではねえよな、今の。犬じゃない、あの狐耳だったもん。え、こんなとこに狐なんかいねえだろう。北海道だろう。え、じゃあ今の何？猫じゃないもんな、サイズが。
一番しっくり俺が来たもん。演技悪くね俺たち。狐に化かされている。え、今の狐？え、狐じゃないの？狐って北海道だけじゃねえの？ちょっと調べるか。うん。心霊スポット系になっちゃう。買っとるやつかな。だったらあんな野良でうろうろしないでしょ。今の映っとったら特ダネじゃね。北海道のキッタキツネに対して本州のキツネは本土キツネというそうです。いるわ。あ、いるんか。うん、な、俺らキツネ。マジか。でもそんな見るもんじゃないよな。なんでもうちょっと追いかけてくれんな、カメラで。あー、でも滋賀伊吹山頂上の名物キツネとかあるから、キツネ本土いるわ。すげえ、すげえ。キツネ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 。キツネの感動はいいんだよ。そう、心霊全てそんなな。でもさ、ああいう恐怖なんかでキツネを見るってことがめっちゃ運がいいのか悪いのか極紛らわされた。